ピンクのお茶の看板があったんです。3コンだかな。でもこの道はなんかこういう道通って行ってるよね、いつもって思うから。通ってる通ってる。何だっけ、あの看板あったよ。ああ、そう、あれあれあれ。あってるあってる。大門さん、そう、大門さん。そうだね、これね、うん、この謎にさ、この看板覚えてんのよ、二宮の一応こういう看板ここに立ってる、内容は変わってるとあるけど、うん、チューリップが咲いてる、あ、ちょっとごめん、スイレンだったな、どうだろう、やべ、松田が松田に見えちゃって、左から行ってるとこだ、うん、お店二宮町なのか二宮町って読むのかどっちだろうって思うときある あそこに書いてあるな、違う、タンって書いてあるか分かんねえんだよ、うん、そこはさ、タンって書かないでさ、町からさ、町って書いてほしくない、町って書いてほしくない、株すげえ、ここずっと突っ切ったら海行けんでしょ、あれだったら多分私は買っている可能性がある。エビシ、エビシ。小田原の
映してんだろう。ダメでしょ、車庫入れしたいんだろうけど。あんたの車庫入れよりさ、人命救助が先でしょって思う。やばい、眠気がプワッとした。登山帰りの人、どこの山行ったんだ。ケイちゃんどうした。あれ釣りだった。眠気がプワッとしちゃったよ。プワプワプワ、頭がプワッとした。あ、これ多分混んでるから湯ばばれ。抱きしめて、あれ、アホになってきちゃったんだ。壊れそうだよ。いや、潰れるぞ、あれ。だってこんな仕上げてんのありえなくない？やばくない？そう、人住んでんのこれ。え、いや、でも建物自体相当古いから、あれいつ崩壊してもおかしくないじゃん。なんかもう、下手すカラスチョップ食らった跡みたいになってる。下手すると、震度4の地震で崩れるかも。構図って名前かっこいいよ。蚊が止まってた。なんと、蚊が止まってた、デブが止まってたから叩いた。クソバカ野郎だな。シュイチ動画もちゃんと上がってますね。シソンヌ児童じゃないし、なんつったっけ、なんだっけ、ゴローだっけ。ジローとゴローでいいよね。もう一個の相方なんか苗字だから分からない。
潜んでゴロ。